どうも、うずです。皆さん、女神転生シリーズお分かりになりますでしょうか。何度か、私のチャンネルでも取り上げてるんですけれども、私自身は小学校の時に初めてプレイしてすごく感動して、それ以来シリーズをずっとね、ナンバリングタイトルは特に、シリーズ通してやってるんですけれども、神とね、悪魔とあと人間っていうこの3つの大きなね、要素で善、悪、あとニュートラルをテーマに、すごく深いストーリーというか世界観の設定のたまんなく、マニア層を引きつけるようなゲームなんですが、まあライトユーザーでも全然遊べるんですけども、でその新女神転生が、ビッグタイトルをちょっとスイッチに用意するよって言ってる中、ついに発表されて先日、新女神転生5、ただ発売まではまだ時間あると思うんですけれども、まあ間もなくちょっと 3DS 版の新女神転生ストレンジジャーニー、こちらも発売しますし、かなりまたちょっと盛り上がるような展開なんではないでしょうか。女神転生シリーズっていうとね、結構コアなファンも多くて、やっぱり悪魔と神、まあ神様も悪魔みたいな一色単にちょっとされてるんですけど、その悪魔を使っていろんなことができたりとか、そのそれぞれにある神話のストーリーとか話とか、そういったものも面白いものがいっぱいありますので、まあ好きな人にはたまらないゲームですよね。でちょっと前にやっぱりね、これだけね宗教的なものも扱う、その神様とか扱うゲームなので、去年でしたっけ、なんかあの新女神転生4でそのフォーファイナルっていうゲームのところで、このクリシュナっていう神様がこんな感じでね、イラストをちょっと出来上がってしまってて、これね気にしない方は全然いいデザインですし、まあ悪くないかなと思うんですけど、ちょっとそのヒンドゥー教のね、あの聖職者の方からすごくお怒り苦情か言われて、このキャラクターを削除しろとそれぐらいまでちょっと言われたこともありますよね。まあ、元々がほら、あの新女神転生シリーズ始めた頃なんて、その世界にそのゲームを出すなんて流れなかったり、ソーシャルネットワークサービスもこんなに普及してなかったので、そんな多分ね、初期の頃は宗教観のものをこうガッチャにしてやってたのは日本独特で、まあ問題なく遊べてたゲームなんでしょうけど、今これだけね、あの広い範囲でそのゲームとか漫画とか影響を及ぼ、世界的に影響を及ぼしたり見られたりする環境を整った中、このゲームをこのまま継続できるっていうのはすごいなって思いますよね。だってヒンドゥー教の最高神とかケルト神話に出てくる神様だったりとかをこう合体させて新しい悪魔を生み出すとか、そういう話ですよ。そりゃね、本場の宗教関係の方はね、ちょっとうんって思っちゃうところはきっとありますよね。まあいいと思ってくれる方もいるかもしれないですけどね。まあ、ちょっとね話がずれてしまったんですけども、新女神転生シリーズナンバリングタイトルの5、すごく期待してる方が多いと思いますので、でしかも今回スイッチですからね。前回のナンバリング4に関しては3DS で発売して、これもすごいいい作品だったんですけど、ちょっとキャラゲー的にちょっとなっちゃったとこもあって、まあちょっとねここも意見が分かれたとこなんですよね。ただ今回のディザートレーラー公開したものに関してはすごい短い映像なんですけど、見てる雰囲気としては新女神転生3に近い雰囲気、そしてまた東京が崩壊するという話で、東京何回滅ぶんだっていう話ですけどね出てますので、かなり期待できるんじゃないかなと今回思います。まあ、そんな感じで今回はだいぶ、先の発売の、ゲームのお話させてもらったんですが、かなり面白そうな感じなので、万人受けするゲームではありませんが、待ち焦がれてる新女神転生ファン、女神転生ファンの方に関しては期待して待ちましょうっていう、そういうお話です。まあ、どうしてもねこうね、自分が好きなゲームとかでこう発表とかが出ちゃうとね、どうしても動画でねこう共有したくなっちゃうんですよね、好きな人と。まあ、そんな感じで今回の動画は女神転生シリーズが好きな人に特に見てほしかった動画なので、新女神転生5に対する期待感、気持ちというのをコメント欄の方にいただけると、ファンとして女神転生シリーズファンとしてすごく楽しみに見させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。